どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ダイナースクラブカードのキャンペーンがすごいことになっていますということで、今回はダイナースクラブ、クレジットカードのねキャンペーンについて、紹介していきたいと思います。この動画では2019年6月3日より始まったダイナースクラブの新規キャンペーンなんですけども、新規キャンペーンになってますねの紹介から、詳細からですね、ポイントの交換まで徹底解説していきたいと思います。最大で5万 ANA マイルも獲得可能ですので、これからね発行してみてもいいんじゃないかなと思います。目次です。ダイナーズクラブカードの基本スペック、ポイントサイトの案件を利用して年会費の充填に使用、新キャンペーンの紹介、獲得ポイントの交換先はということでやっていきたいと思います。で、私はですねリクマイラーの、3年生なんですけども、実質、1年目は仮装しておりませんでしたので、2年目ということになっておりますね。今現在14万6千マイルの画像になっておりますけども、先日ねポイントサイトからのポイントが着弾しましたので16万5千マイルで、ファミリーマイル夫婦合計で18万5000マイルぐらいかな保有しております。昨年ね動画にもしておりますけども、 SFC 仕様で保有マイルをね全て ANA スカイコインに変えて SFC 仕様した関係で、今現在はねこのぐらいのマイル数となっております。で、ダイナースクラブカードの機能スペックです。年会費が22,000円、家族カード5,000円、国際ブランドはダイナース、ポイント還元率は100円で1ポイント、発行元は三井住友トラストとなっております。この国際ブランドがダイナースとなっておりまして、まあ、ダイナースってまあ使えないところを日本でもまあちょこちょこ、まあ日本はまだ使える方なんですけども、まあ、海外とかでね使えないというのは結構ありまして、でですねそれに対策をねダイナース側もされまして、7月の中旬よりですね、まあ、サブカードみたいな発行できるようになるんですよね。それが、国際ブランドがマスターカードのブランドとなりますので、まあ、マスターカードでもの、加盟店でもね7月の中旬以降からは使えるということになります。こちらに関しては、概要欄にね公式の URL を貼っておきますので、そちらをね確認していけいただけたらなと思います。でさらにですね詳細です。旅行保険、海外の旅行保険は自動付帯、国内は利用付帯となっております。エグゼクティブダイニング2名分、利用時に1名無料、まあ、こちらコース料理を使って利用したら1名分無料結構ありますよね。空港ラウンジ、利用可能となっております。手荷物無料宅配1個だけ無料となっております。ポイントの移行先 ANA 大韓航空、アリタリア航空、ユナイテッド航空、デルタ航空で、ポイントからマイルへの移行手数料年間6000円ということで、今回の獲得ポイントをねマイレージサービスに、まあこれはどこでもそうなんですけども、する場合は年間6000円が確実にかかってきますので、年会費と合わせてね2万8000円ですね。で税込みになると3万円ちょっと超えるぐらいになるかと思います。でポイントを年会費に充電しようということで、ダイナースクラブカードは先ほど言った通りね2万2000円年会費税抜きでかかりますので、まあ、今ねチョビリッチの方でポイントサイトですね発行案件出ておりますので、まあ、こちらを利用して、2万円分の、ね、ポイントとなりますので、まあ、現金でもらったら年会費の充電にもできますし、まあ、こちらをね LINE ルートのポイントルートでね ANA マイルに交換した場合は16,200マイルかに交換できますので、まあそちらもね、まあどっちを取るか人それぞれになるかと思いますので、まあ年会費充填もよし、 ANA マイルにも、交換もよしっていう感じですよね。まあ先ほど言った最大数で5万マイルが今回のキャンペーンで獲得できますので、もしねこのポイントサイトのポイントも ANA マイルにした場合は6万6200マイル。1万、そうですね。結構とんでもないマイル数ですよね。なかなか
なかなかのマイル数手に入れることができますので、まあね、このポイントサイトのポイントも ANA マイルにしてみてはという感じで一応紹介しております。で、衝撃の、ね、今回の入会キャンペーンを紹介しますということで、こちらは本当にねとんでもないですね。まあ、こちら公式の画像から、画像を撮っておりますけども、ダイナーズクラブ新規入会キャンペーン6月3日から8月15日ご利用ポイントがなんと10倍、10倍ですよ。すごくないですか。この10倍何がすごいかって、本来100円の決済で1ポイントがもらえるんですね、ダイナーズクラブカード。それが100円で10ポイントもらえるという衝撃のキャンペーンなんですね。で、これはどういうことかというと、簡単に言うとですよ、簡単に言うと100円で1マイル貯まるところが100円で10マイル貯まるんですよね。もちろんこれは ANA マイルでも一緒です。これ聞いただけでもやばいと思いませんか。今まで私が紹介してきた SPG だったり ANA ワイドゴールドカード等々があります。 EC ナビプラスとかもありますけども、基本的に、クレジットカード決済の、パーセンテージって ANA マイルに換算すると良くても 1.5%、6%、1.25% とかそういう 1.何%が基本なんですよね。それを超えてくるクレジットカードって基本的に今聞いたことないんですよね。すごい年会費が高い7万とかそういうクレジットカードで航空券利用で、100円で 3.5 マイルとかあるんですけども、まあ、そこら辺まで行くと年会費は7万とか行きますんで、まあ、そういうのを除外するとですね、本当にこの100円で10マイル貯まるって本当にありえない数字なんですよね。ちょっとね、私も興奮が冷め上がってないんですけども、本当に私の知る限りね、こんなキャンペーン聞いたことありません。で、キャンペーンの概要、適用条件で、ね、紹介していきたいと思います。期間は6月3日、先週かな、先週ぐらいから始まって8月15日までに入会された、8月15日までがキャンペーンとなっておりまして、かつ、9月30日までね入会していただいた方が、適用となります。すいません、入会後50万円までの利用がポイント10倍、こちら上限がね50万円分の利用ということで、50万円を超えてくると、ポイントは 1% でまた戻りますのでね。で、キャンペーンの上限が4万5000ポイント、ポイントの集計対象外、このクレジットカードで年会費マイレージの参加料、この参加料っていうのはまた後で説明します。リボ払いの弁済金ということで、まあ、年会費とリボ払いの、プラスにかかるお金は対象にはなりませんよということになっております。で、ポイントの交換先一覧です。 ANA を筆頭に ANA、デルタ航空、ユナイテッド航空、コリアンエア、大韓航空ですね、アリタリア航空ということになっております。で、赤線が引いてある通りね、マイレージに交換する場合、2018年の12月からね変更になりまして、それまでは年間8万ポイントまでが移行可能だったんですけども、2018年12月からですね、移行ポイント、移行上限が4万ポイントに ANA マイルの場合はなりました。まあ、赤線引いてある通り各マイルね上限がなっておりますけども、 ANA マイルがね一番厳しいということになっております。で、先ほど言ったマイレージの交換手数料、年会参加料みたいなダイナースクラブがかかってきますので、 ANA マイルの場合、 ANA マイルに交換する、まあ、どのかマイレージサービスに交換するにあたっても年間の6000円が手数料としてかかってきます。で、 ANA マイルに最大数である5万ポイントを交換するにはということで、まあ、今説明した通り年間の交換上限が4万マイルということで、5万ポイントもらっても1万ポイント余りますよね。そういう場合どうするかというと、この1年間という縛りは12月21日から12月20日までの集計となっておりますので、まあ、ダイナースクラブカードを取得して、利用する、で、12月21日までにポイントを交換して
でまた12月20日を過ぎたら残りの1万ポイントを交換するということで、合計で、ね、5万マイル交換することが可能です。まとめです、100円の決済で10マイル貯まるクレジットカードはめったにはないので、これからね発行してみたいという方は積極的に、ね、利用していきましょう。最大ポイント数の欲しい方は、最終手段は Amazon ギフト券でも購入 OK です。まあ、これはね毎回、クレジットカードのキャンペーンで説明しているんですけども、まあ、最終手段でねこういうことも可能です。で発行する場合はねポイントサイト、今チョビリッチ、私のおすすめしているポイントサイトでチョビリッチで出ておりますので、案件がそちらを利用してね発行されるのがおすすめです。でダイナースクレブカードはですね、残念ながら審査が厳しいんですよね。私もですね、まあまあ有名な会社で働いてるんですけども、私落ちましたので、審査に、まあどのあれで落ちたのかわかんないですけども、プラチナ、一応ダイナースクラブカードっていうのはプラチナカードのねくくりになっているようで、私以前にもですねスミトラストプラチナカードと今回のダイナースクラブカードだけ審査に落ちてます。それ以外のクレジットカードで私審査落ちたことって1回もないんですけども、やはりプラチナカードのくくりのカードはどうやら私の年収とか、まあ、会社、あとリクマイラー活動でクレジットカードをですね2ヶ月に1枚ぐらいのペースで申し込んでますので、そういうのがもしかしたら嫌がられたのかなって、まあ他にもあるかもしれないんですけども、基本的に私のクレヒスというその支払いが遅延したりっていうのは今まで1回もないので、そういう意味では大丈夫かなと思ってたんですけども、やはり審査はねダイナスクレジットカードは厳しいので、まあ、落ちることもありますということだけ頭に入れといていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回はダイナースクラブカードのね衝撃的なキャンペーンを紹介させていただきましたけども、これからね発行される方はぜひ積極的に狙っていくことをお勧めします。私もねもし発行できてたら確実に狙っていきたいぐらいの今回のキャンペーンですね。まあ、今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。